ヤシロは海上自衛隊の総海艇。同系艇はない。艇名はヤシロ島に由来する。旧海軍、三倉型海防艦、ヤシロに次いで日本の艦艇としては2代目。昭和28年度計画の総海艇3隻のうち2隻がアタダ型総海艇として割り当てられ、残りの1隻がヤシロである。性能比較のためにアタダ型が 平ら板丸型の船体を採用し、八代は平ら板角型の船体を採用した。限外廃棄のため煙突はなく甲板上の作業スペースが多く取れ、両派性、船体抵抗、負の価格などでこの形式の優秀性が確認され、以後の海上自衛隊の総改定の基礎となった。八代は昭和28年度計画総改定303号艇として、 日本交換鶴見造船所で1955年6月22日に寄港され、1956年3月26日に浸水、1956年7月10日に収益し、クレチ隊に編入された。同年9月1日、クレチ隊令下に第31総会隊が新編され、あただ、いつと共に編入された。 1957年3月16日、第31総会体が第1総会体軍令下に編成がえ。1969年3月15日、第31総会体がクレ地方隊に編成がえ。1970年3月2日、第31総会体がクレ地方隊令下の阪神基地隊に編成がえ。 1972年3月31日、特務船に種別変更され、船籍番号が、安マイナス58に変更、暮れ地方体に編入。1981年3月18日、除籍。ありがとうございます。